俺たちは先輩に案内されるがまま山道を進んでいく。この山は観光地の一部としてそれなりに開発が進んでいるようだ。他の登山者も多く、複数の登山コースが存在していた。脇道が多いから先輩が先導していなかったら、もしかすると道に迷っていたかもしれない。オイラの調べたところによると、うん、いいね。お、いいね。この木のね、影で少し先輩がに影がかかってる感じ、すごくいいです。お花見のスポットならここがおすすめってネットに書いてあったんだ。そこか、そんでこっからこう行って。そういえば先輩、その灯花ってどんな花なんです？真っ白な花だよ。その花が地面に降り注いだらまるで。あれ？けどおかしいな、全然見かけないね。この近くがおすすめスポットのはずなんだけど。ここまで歩いてきたけれど、山道はずっと清幽な風景のままで、木々や枝葉に咲き誇った花なんか全く見当たらない。一応道端に小さな野草の花くらいは見かけもしたが、どう見ても先輩が花見したいのはそれじゃない。もっと奥に入ったら見えんのかな。俺たちは山道、山道をどんどん進み、舗装された石段を登っていく。こういう山道の舗装って一体誰がやってるんだろう。すごい量の石材を搬入しないといけないから、その大変さは想像するだけでもわかる。足元が石で舗装されているおかげで、山道はとても綺麗だし、歩き続けることも苦にならない。次第に俺たちは山中の奥へ奥へと進んでいく。道の状況も徐々に悪くなる。ところどころで未舗装の道を歩くことになったが、幸いにも今日の天気が良好だったおかげで問題にはならなかった。雨が降っていなければ泥の地面も恐るるに足らず。こっちまで来ても見えないの？なんかおかしいな。もしかして道間違えました？そんな感じでもないような。どんな感じなんですか？先輩はそれには答えず、歩くペースを早めて先へと進む。俺もいまいち釈然としないまま、とりあえず先輩を追って歩き続けた。この辺りのはずなんだけど。あれ？やがて俺たちは少し開けた場所にたどり着いた。そこにはかつての住人に放棄されたらしい田畑と木造の小屋が一つ残っていた。今夜はここでお泊まりか？空き地のそばには一つの大樹、その下には一階の石。あの石の高さなら座るのにちょうど良さそうだし、大樹の陰にも覆われているから休憩するにはもってこいの場所だろう。どうやらここみたいだけど、開花してないね。開花してない。これがその灯花の木なんですか？うん、その大きな木がそうなんだけど。これかな。まだ花が咲いてないね。早すぎたのかな。でも、ならいつもこれくらいの時期に咲いてるのに。うん、ここが北部だからかもしれんな。北部だからって？台北はあれに比べて北に位置してるだろ。だからちょっとめっちゃいっぱい出てくるから読みがなあるかな、これって。あー、ないか。まあいいや、適当に読もう。に比べて北に位置してるだろう。だから灯花の開花時期も遅れるんじゃないか。ああ、そういうことか。おいら涼ちゃんに雨のように散る灯花を見せたかったのに。まあそういうことなら仕方ないですよ。じゃあ普通のピクニックに来たって考えればいいんじゃないですか。灯花が開花していなかったのはとても残念だが、そもそも灯花を見たことのない俺には期待との落差もほとんどなかったから、あまり大した問題ではない。いや、まだどうにかなる。そういうことなら。あ、まさかなんかエネルギー的なの、木とかを入れて成長を早めるのかな。先輩は胎児の下に進み、木の幹に手を当て慎重に観察を始める。これならできるかな。やってみよう。りょうちゃん、おいら今からすごく大事なことをするからちょっと待っててね。邪魔しちゃダメだよ。え、大事な？あ、まあ、はい。こう？
そういった先輩が木の下に立っている姿を俺は遠目に眺める。すると先輩は胸の前で両手を組み、祈るような姿勢を見せた。途端、その体からは緑色の霧のようなものが溢れ出す。フーイエとユンバオにわずかな緊張が走る。え、あれ一体何？しばらくすると緑色の霧は胎児の全体を包み込み、それがゆっくりと樹木に染み込んでいく。そして木がかすかに震えたと思うかと思うと、おお、咲いた。枝葉の先から白い花びらが現れ出し、それがあっという間に樹木の全体に広がっていく。中にはもう木から落ちてくる花びらすらある。小石の上に落ちてきた花びらはその色の対比からまた一段と優雅に映った。こんなことまでできるのか。すごく綺麗。俺は歩み寄って花びらを拾い上げ、間近で眺めた。木から落ちた真っ白な霧の花は、花びらのどこにも損傷のないまま完全な形をとどめていた。花の中央にある赤いしべも、黄色の花、花粉も綺麗なままだ。これを自分自身で拾っていなかったなら、俺はこれが木から摘み取られたものだと勘違いしていたとだろう。先輩、何かすごいことしましたね。褒めてくれる？この木一本しかないけど、でもりょうちゃん、これで10日のお花見ができるようになったよ。でも先輩、あなた人力なかったんじゃないですか？こんなことしたら消耗しちゃったりしません？大丈夫だよ。これってオイラが妖怪の時から持ってた力なんだ。人力使ったわけじゃないから別に問題ないよ。だって土地神は花なんか咲かせたりしないでしょ。そうですか。さ、そういう話は置いといて、場の準備は整ったよ。ピクニック始めよう。先輩は背中のリュックを開けて、中からレジャーシートを取り出し、石のそばに広げる。地面を飾る灯火をできるだけ潰さないように場所を選びながら、ハイキングと言ったらピクニック、ピクニックと言ったらおやつ。さ、りょうちゃんは何を準備してきたの？おやつって先輩、小学生じゃないんですから。大学生ですよ俺たち。誰だって子供心は忘れないのだよね。楽しむべき時はね、思いっきり楽しんだ方がいいぞ。先輩は自分のリュックからビスケットやスナックなどのお菓子と2つの缶飲料を取り出した。この中で一番食事らしいものといったら菓子パンだろうか。まあそれなりには胃を満たせると思うけど、そういうのってあんまり昼食には向いてないんじゃ。ねえねえ、りょうちゃんは何を用意してきたの？俺はこのために今朝用意した弁当を自分のリュックから静かに取り出す。これは先輩が起きる前に準備したものだから先輩は知らないはずだ。俺は普段めったに料理をしない。今回はマンションの共同キッチンを特別に貸してもらって料理をした。共同キッチンってね、使いづらそうだな。そのね、やっぱ自分の部屋に欲しいもんね。友達が寮で、なんだろう、部屋になくてやっぱ共同のだって言ってたけど、やっぱめんどくさいから逆に全然使わないって言ってたな。レシピの方はネット上の動画を参考にしたから、多分美味しいとは言えないもんだろう。時々ちょっとした味噌もしたが、幸運なことにそばにいたフーイエがそれらを指摘してくれた。何はともあれ、俺が苦労して作り上げた弁当は肉あり野菜ありの栄養バランスの取れた弁当に仕上がったはずだ。ちょっと待って、それってまさか愛妻弁当？いつの間に妻になった。そしてこの顔すごい赤い。どっから愛妻なんて言葉が出てくるんですか？変なこと言わないでください先輩。ピクニックに行くって聞いたから、俺こういう弁当をちょっと作ってみたかっただけです。そんな、りょうちゃん、おいらのためにそこまで。おい待て、その恥知らずなちびねこ、これがお前のための弁当だとは一言も言っとらんだろう。じゃあ誰のために準備したの？そっちは弁当なんか食べる必要ないでしょ。俺だって食べるさ。それで最後にはりょうが食べるんだ。無駄、無駄すぎる。無駄がどこにある？だってこれ、りょうちゃんがオイラと一緒に食べようと思って作ったんでしょ？そうでしょ？この弁当作りには俺も手伝ったんだ。チビ猫なんぞには分けてやらん。当然俺に備えられるべきだ。りょうの弁当、食べたい。
でもこの弁当1個しかないから。そう言いながら手元の弁当を脇に置く。俺の方に伸びてくる彼らの手から逃すために。というかみんな争ってるけどさ、これは俺が俺の昼飯として作った弁当だよ。なんで君たち自分のご飯だって言い出してんの？せめて先輩の分は作ってやれよ。だがな、リョウ、お前は食べる前に俺たちへ備えてくれても別にいいんじゃないか。それはまあ確かにそうだからおかしな話じゃないけど。ちょっと待って、おかしいよ今の話。オイラが除外されてない？君、必要なし。効果線、集中線すごい。なんだよ、クラウマで。オイラだってりょうちゃんの手作り弁当が食べたいのに。先輩は目に涙を浮かべてまで訴え出す。フーエとユンバをまた絶対に譲らないという態度を崩さない。もはやどこにも逃げ場はないようだ。これを誰かに食べさせないといけないのだ。俺は、お、これはセーブポイントだな。これで多分誰の好感度があって、あ、だね。手作り弁当を誰にあげる？まあ、フーエでいきますか。うん、そういうことなら俺はフーエにお供えして、で自分も食えるからね。誰？あ、初めてこんな怒ってる顔見た。え、あ、そっかそっか、誰に弁当あげるつもりだじゃなくて、そういうことか。あの、気配を察知したのね。くせ者。俺はもうすぐ答えるのに、なんでユンバーがそんなに急いでるのかと思ったところで、彼の視線の先は自分の背後だということに気づいた俺は慌てて後ろを振り向いた。わあ、ドラゴンだ。食ってる。まずいな、この生姜焼き。ちょっと塩気が強すぎないか。どちら様ですか？少年、これお前が初めて調理したのか？こんな出来栄えじゃとても愛妻弁当なんて文句は歌えねえな。だから愛妻弁当じゃありませんって。これは自分用の弁当なんです。でも今誰かにやろうとしてたの？ということは向こうと付き合うという意味を持ってるんじゃないのか？違います。付き合いなんて発想が飛躍しすぎですよ。だがお前はそこの3匹に追いかけられてんだから。単に彼たちが勘違いしてるだけか？彼たちってか、そいつらとかの方がキャラっぽいかな。1から10まで全部間違ってます。大体あんた、あなた誰なんですか？勝手に人の弁当をつまみ食いしないでください。俺はその子の3匹が争ってるのを見かねて助けに来てやったんだぞ。誰に食べさせたらいいのかわからないのなら俺が食っちまえば解決だろ。それでも直接手を出すのはありませんから、少なくともまずは俺に一言断ってからにしてくださいよ。そうだな、普通土地神に出会ったのならまず一言挨拶をするべきだろう。だが今のお前は無礼だ。たたられても文句は言えんぞ。というより今グヌの俺の弁当って顔してそう。そうなんで、そうですよ。あなたはな、土地神？そうだ、どうかしたか？ん？りょうちゃんの気持ちわかってる。あ、うん、まあなんとかわかるけど。りょうちゃんの気持ちわかってる、わかる、わかってるってか、わかるでいいんじゃね。イメージしてたのと全然違うね。神っぽいかどうかをまず置いといて、なんでこんな竜人の見た目してるんだろうね。しかも西洋竜。レイチが土地神だからそこは間違いないけど、こんな姿の土地神なんてオイラも見たことないよ。変人。確かにみんな同じこと言うわ。まあ俺自身この姿が特殊だってことも分かってるしな。ラグ。とりあえずそれは置いとくとして、俺の名はラグ・ラリュート。かっけー、ラグ。ここのシューワンコンだ。俺を呼ぶときはラグって呼んでくれ。シューワンコン。はい、ここら辺テストに出たり出なかったりします。え、シューワンコン？土地神の一種だ。木をより知る年、老子の姓が周りから土地神として祀られることで、それはシューワンコンと呼ばれるようになる。
そう。なるほど、わからんって顔してる。それは分かったけど、ツッコミ要素多すぎるだろ、この龍神のお兄さん。木のせい？どこに木とか王とかの要素あるの？めっちゃかけ離れてるよ。こんな木なんてめったにないだろ。服だってボロボロだし。何これ、網？乳首透けてるの？何かもリンクアイできない。ツッコミどころしかないからもうどこにもツッコまないけど聞こえてたの、リョウの声。とにかく、なんでオイラのお弁当を食べたの？だからお前のじゃねえって。誰もあげるなんて言ってないのに。あの弁当はお前のものじゃないぞ、チビ猫。おじさんのものでもないよ。お前、そのおじさんって単語言いたいだけだろう。ちょっと待って待って待って、話題が思いっきりそれてない？だからとにかくさ、彼って本当に土地神なの？もし彼が本当に土地神であるなら、俺の態度は極めて失礼にあたる。しかし、こんなとんでもない状況では俺の態度だって雑になる。なんで土地神がこんな姿なの？そりゃ俺の知る限りの土地神と全然違うんだよ。土地神にもいろいろあるからな。本当に変わった見た目だね。でもレイチーはごまかせないから、彼が土地神なのは事実だよ。とんでもない土地神もいたもんだ。よく言われる。なんだって俺自身とんでもないと思ってるからな。彼はそう言って胸を張る。なんでそんなに胸張って言えるの、ドヤーって。そこ誇れる部分じゃないと思うよ。しかもこれは一番大事なところじゃないだろう。リョウ、知りたがってる。なんでこんな格好になったのか。ん？そうか。俺だって最初からこうなってるわけじゃないさ。俺はもともとこの幼児の老木だったんだが、まあ簡単に言えば典型な終盤子だった。そうだ、お前らこの服何が原案になってるかわかるか。彼は自分が着ている変な服のことを言ってるのか。わかるかって言われましたもんね。悩んでるみたいだな。こいつはな、土石流防止の網なんだ。へー、ただの変態衣装かと思ったよ。ありがとなーすとか言いそうだもん、このまま。そういえば山道の崖でよく見ますね、土石流防止のそんなの。だろ、前に土砂崩れ対策として俺はこいつを破られたから、信徒が俺に対するイメージはこうなってしまったんだ。まあそれはいいとしても、網状の服を置いといて、なぜ龍神なのか、どんだけぶっ飛んだ想像したら終盤婚が龍の姿になるんですか。それがな、俺の木の根っこの部分が龍のように見えたんだとさ。木の根が龍に？雷に照らされた時にひらめいたんだと。地面の部分が龍みたいだってな。ああ、俺も最初はよくわからなかった。その後に俺の姿を絵にしてくれた画家がいたぞ。暴風の中で寝てる一匹の竜をな。この画家ってあの人かな。そのつながりはあるかな。まあその姿勢はな、ね、姿勢はねってのおかしいよな。姿勢はな、俺もこう自慢するのはあまり良くないか。だが俺は画家の絵が上手いと褒めるつもりだったよ。まあその絵には服まで描かれてなかったけどな。けど服も着ずに姿を見せるなんてできないだろ。だからその網を着て現れたと。逆にセクシーになっとるかな。そういうことだ。なかなか理解が早いな、少年。大学生なんですけど。ちなみにあなたの名前は中学生がつけたと言いましたっけ。じゃああなたの本来の名前は何ですか。シューワンコンってこんな名前でいいんですか。こんな名前こんな名前でいいんですかとか言いたいね。王様らしい名前が一つあるな。ああ、けど俺はもう西洋流の姿として書かれたし、それに王様とかつけて呼ぶのも変だろ。まあ本当の名前で呼ばれるのはかなり恥ずかしいしな。まあその辺のことには触れないことにします。だからラグさんがなんで今ここに出てきたのか。ん？よう、言葉遣いには気をつけろ。あ、そうでした、申し訳ありません、軽率でした。ですからそのなぜこちらへ降臨なされたのですか。使い慣れない言葉を無理やり。
そんな堅苦しく話さなくていい。さっきのはあれくらいでいいさ。俺は信者と距離を置いて話すのが好きじゃないんだ。あれはただの失礼だと思うけど。確かに親身には基本敬いの心が必要だが、俺のように敬われるのが好きじゃないやつもいるんだ。だって敬語を使いすぎると話しづらくなって面倒だろ。土地神の発言とはとても思えないな。そうですか。じゃあここには何の用事で現れたの？まさか俺の弁当をつまみまで弁当をつまみまで奪ってたし。お前らを見に来た。俺らを見に？お前ら超有名だぞ。知らないのか？そうなの？え、有名？なんで思い当たる節がないんだけど。霊力を持つ人間が神と妖怪を3体も連れてあっちこっち歩き回ってたら有名になって当然だ。そうなんだ、見られてんだ。付近の妖怪たちの間には相当広まってるぞ。めっちゃリツイートされてるぞ。言われたことないのか？知らない。オイラも知らないよ。オイラは演習中の生活で忙しかったからね。妖怪の井戸端会議に混ざってる暇なんてなかったもん。あるんだ、井戸端会議が。俺は亮がその類の話は聞きたくないと言うだろうと思ってたからな。知ってたんだ。え、じゃあフーヤはその話知ってたの？多少耳に届いた程度だ。そんな妖怪の噂話なんぞいちいち本気で相手にしてられんからな。しかし話は随分とどえらい小僧だと聞いてたぞ。三体の神と妖怪を引き連れつつもあえて一人を選ばずに特会引っかいのハーレム状態を楽しんでるとか。ちょっと待って、何それ。その噂飛躍しすぎ。っていうか、なんで妖怪がハーレムという言葉知ってんの？あ、妖怪だって時代とともに進歩してるのさ。娯楽ならゲームでも小説でも漫画でも妖怪たちは結構見えてるぞ。俺だって信徒がくれた携帯ゲーム機持ってるしな。ほれ、ネオジオポケットカラー。本当に遊べるんだ。ボタンを押せば動くんだから簡単なもんだ。もちろん信徒の前で遊ぶことはないが。まあもう焦点はそこじゃなくて、だから俺の噂がどうなってんの？ハーレムっていう部分か。ほらお前、こうしてそばに3体はべらせてるように見えるしな。そして一人を選んではいないが、そいつらはお前、みんなお前を楽しませようとしてる。これがハーレムじゃなかったら、さあなんだろうな。全然違うよ。彼らは俺の手助けを必要としてて、でもその手助けはすごく難しいから俺も返事がしづらくてこんなことになってんの。それに言うまでもないけど、3匹とも男なんだから、なんでこれでハーレムだって妖怪たちは思ったわけ？どんな漫画読んでみてもこんな新しい発想もと思ってんの？ん？お前の目には男に見えてんのか？え、そうなんだ。え、違うの？そういう思い描いた像に見えるってことなのかな。そうだったのか。いや、違うとは言わんが、ならお前の目には俺も男に見えてるのか？あ、そうなの？性別とかその、ないのかな？そうだよ。一人の竜人の青年に。ははは。俺は豪気な姉子に見えてると思ってたぞ。そうなんだ。じゃあ、毛もほも趣味がない、なんだろう、普通の、例えば俺が見たら、みんな、なんだろう、期待した姿になるのかな？なんか、姉御肌とか巨乳のママタイプ、無口だけど頼れるクールタイプと、あのちびっこ元気ロリみたいに